どうも、田中でございます。アメコミレビュー。今日紹介するアメコミは、ブレーンコズミックオデッセイ。伝説の名作、ついに翻訳。アメコミにはバットマン、ダークナイトリターンズだ、ウォッチメンだ、そしてクライシスオブインフィニットアースだというようなね、古くからある作品で非常に有名で今読んでも名作だと言えるような作品がいくつもあるんですよ。そんな中の翻訳されてない一作品がこのコズミックオデッセイであったというふうに僕は解釈して買ったんですね。で、その買った大きい理由の一つがマイク・ミニョーラがアートを担当しているっていうところですね。マイク・ミニョーラって言えばヘルボーイでおなじみでございます。そのヘルボーイが好きな方はね、大概はあのミニョーラのアートがあるから好きなんじゃないかなと思うんですけども、僕はその口の人間でございます。なのでこのコズミックオデッセイはアート基準で見るもんだと思ってたんです。ところがね、読んでみると、非常に内容も面白かった。ただその内容が面白いというのは、ヒーローをある程度知っているから面白かったんですね。ここに出てくるヒーロー、メインとしてバットマンとスーパーマンわかるけども、他のヒーローみんなね、ほとんど知らないと思います。僕もね、もうどうにか知ってるんですよ。ダークサイドぐらいわかるんですけども、もうほんとね、僕自身もよく知らないキャラクターがたくさん出てきて、しかも一番最後の最後に出てくるキャラクターが、え、ほんとお前誰な?みたいなキャラクターが出てきて、戦って勝つとかそういうシーンになってくるんで、そこら中に飛び道具ですよ。知らんやつばっかりやから。こいつは何のキャラクターかわからんけど、まあ展開おもろいし、絵もええ感じやし、おもろいな、みたいなね。そんな気持ちで読ませてもらいました。そんなね、コズミックオデッセイ、わけがわからないなりにもちゃんと脚本もしっかりしてるし、アートもしっかりしてるんで面白いということでね、その内容の方をね、まだページを見せながらご説明できたらなと思います。まずはことの発端です。ワームホールみたいなものができて、そのワームホールで、半物質世界と今の世界が繋がってしまったと。だからこの半物質世界と繋ぐホールをどうにかして、そして半物質はおさらばしなきゃいけないっていうのがことの発端なんですね。で、そのワームホールをどうにかするために集められたヒーローたちがこちらになる。この見開きですね。なんでこんなすごいヘンテコな絵になってんのかというと、この世界っていうのは DC の世界の神様のそのに来てるわけですよ。で、選ばれたのがバットマンだとかスーパーマンだとかグリーンランタンたちっていうことなんですね。で、その半物質の一番の王様はどんなやつなんだって言ったらこんなキャラクターなんですね。真っ黒で顔の中心が光り輝いているということしかわからない。これが半物質の王様みたいな形でいると。よくね、科学とかの話で半物質っていうものは握り拳分もあれば世界が滅びて宇宙も亀裂が入るみたいなことを言われたりすると思うんですけども、そういうやつと今から戦いに行くんだというね、こういう風な始まり方をしています。で、戦っていく際にツーマン制のチーム3組か4組ぐらい分かれてバーッと作戦を進行していって、そして半物質の半生命体ですね、こいつを倒しに行くんだという風な流れなんですけども、それを倒しに行くにあたってね、ダークサイドっていう、まあ言ったらブリーザーの力、セルの頭、そして魔人ブー的無敵さみたいなね、こういうのを携わえたすごいキャラクターがいるんですよ。このキャラクターがその半物質のエネルギーを手にして本当の最強になってやるみたいなことで、エトリガンという悪魔を使ってね、一緒に倒しに行くんですけども、返り討ちにあっちゃうんですよ。超強いダークサイドですら全然歯が立たない相手にどうやって勝つんだよと思ったら、こんな形でね、五芒星を描いて相手に戦いを挑むという形なんですね。五芒星って言ったらエーテル体、つまり宇宙エネルギーを表しているわけですね。この宇宙エネルギーを表していて、一番上にいるこの謎の黄色いマントの戦士、これね、未だに僕ピンと来てないんですけども、マーベルでいうところのドクターストレージらしいんですよ。ドクターストレージ的なやつがバットマンから要請を受けて探偵的なことをした結果、最後の切り札として現れる。
ということなんですね。この5人で、この半物質体戦うという流れになってくるんですけども、まあ、とりあえず五芒星でエーテル体、で、それは宇宙エネルギーっていうので全部イコールに繋がってるというふうに思っていただけたらいいかなと思います。つまり、半物質に対して全ての宇宙エネルギーで相手を倒しにかかっているというのがこのシーンですね。で、一撃バーンとこくらわすと。このシーンね、めちゃくちゃわかりやすい。相手がぶっ飛んでるんだなというのがよくわかりますね。ハメハメハのね、あの要領ですね。これで無事相手を退けて、そのパイプを切って、無事帰ってこれたという風な流れです。もちろんこの後まだもうちょっと何かあるんですけども、それはまた見てのお楽しみというところです。はい。で、ここで僕はね、ストーリーどうのこうのという以上にね、このキャラクターなかなか見応えあるよということで、先ほどのニューゴッツ、ちょっと振り返ってみましょうか。ニューゴッツとバットマンがタッグなんですね。で、ニューゴッツとバットマンがホークマンたちみたいな奴らと戦ってるんですよ。これは、この星の中にある、とある装置を見つけるために潜入してるんですね。スーパーマンがその装置を地下の方まで探りに行ってる間、陽動をお願いすると。自分の方に敵が近づかないようにちょっと、あと、引きつけといてっていうことで、ニューゴッツに言うんですよ。それでスーパーマンはその装置をどうにかして戻ってくるんですよ。で、戻ってきたら、そのホークマンたちみたいな奴らを全員殺してるんですよ。スーパーマンめちゃくちゃびっくりしますよね。そら驚きますよ。ヒーローとしてみんないるのに、このニューゴッツはみんな殺してしまったんですよ。陽動と言ってるのに、誰も邪魔しなければいいんですねということで全員殺しちゃうんですね。その時のね、ニューゴッツの言葉がすごい印象的で、貴様は陽動を求めた。故に我は求めに応じ、貴様と分身との戦いを誰にも邪魔できるようにしたまでだということを言ってるんですよ。めちゃくちゃなこと言ってるんですよ。誰にも邪魔させないようにするために、自分が敵を引きつける。そこまで合ってるんですけども、その引きつけるだけじゃなくて、誰も邪魔できないように、コテンパンに相手を乗せて殺してしまうっていうところまで言ってるんですよ。その後、スーパーマンは激怒して、ニューゴッツをぶっ飛ばすんですよ。それぐらいニューゴッツってかなり変わってるやつなんだということが、ここら辺でわかるんですね。そのニューゴッツを新しくヒーローとして描いていくのを見せていくっていうのが難しいなと思いました。こんなキャラクターをヒーローとしてどういう風に置いたらいいんだよっていうところですね。まあ多分これはジャック・カービィが描いて、そして神様というような立ち位置にしてるからいけてるのかなとか、そんなこと考えましたね。このコズミックオデッセイってね、非常に惜しいシーン多いんですよ。連載が1988年かな ?80 年代の後半ぐらいだったと思うんですけども、それぐらいの時にはもうこれぐらいのレベルの小回りできてるんだっていうことを驚きつつ、今だったらともうちょっとここに手心加えるんだけどなっていうのがこういったところですね。先ほどスーパーマンが地下にとある装置を探しに潜ってるって話をしましたよね。で、その装置があるのは何回も何回も下の方にあるんですよ。それをスーパーマンがぶち破っていくんですよね。で、そのぶち破っていく中で、ここの中段ですね。目が光ってるこのコマの下にね、真っ黒いコマの大中小みたいなやつをポンポンポンと入れることによって何回も何回も潜っていってるっていうのがわかるんですよ。で、吹き出しにこの階層には何もないとかね、もっと下の層かっていうのをポンポンとコマの中の吹き出しとして入れるだけで進んでるんだな、スーパーマンはっていうのがわかるようになってるはずなんですよ。こういうもうちょっと演出加えれば面白いのに、もっとわかりやすくて劇的に読みやすくなるのにって思うようなシーン何個もあるんですよ。このままでも読みやすいんだけども、そうすればより一層いいのにっていうことでちょっとはがみするシーンはあるものの、1988年でここまでやってるんだったら女王の女王だと思います。ただここはやりすぎだよって思うのはここですね。次元爆弾みたいなものが爆発すると、で残り2分しかないっていうことでブワーっとね、秒数をコマで書いていくっていうね、これねやりすぎ。コマの無駄遣いや。これはやらなくてよかったよと思ったら、この次のカットでね、実はこの秒数の間でバットマンたちがその次元爆弾を壊していたんだっていうのがわかるんですよ。それであればね、この秒数と秒数の間ぐらいのコマでバットマンたちが作業してるシーン入れた方がね、秒とコマの間にバットマンが出てきて、より一層その面白みが出てくるわけですよ。コマとして扱っている部分とバットマンたちがその秒の中一瞬一瞬で隙をついてるっていうのも分かるようにできるわけですね。そこら辺が多分今だったらデイビッド・アジャとかここら辺がうまく演出できるんですけども、当時はそういうのがまだうまくはできてなかった。でも内容としては非常に面白く読み進めることができるというところですね。はい。でね、次にね、このシーン見た時にね、やっぱマイク・ミニョーラだなと思うシーンなんですが、バンとここですね、ダークサイドがいるんですけども、このダークサイドが笑顔になって歯を見せる、ここです。この歯の描き方がマイク・ミニョーラです。こういう口元すごくうまいんですよ。
このシーン僕大好きですね。ダークサイドの顔のアップだったらこの感じが一番良かったというところですね。はい、という感じでね、非常にコズミコですよ。面白いんですけども、その面白さを伝えるとなってくるとなかなかね、口下手になってくる。なぜならやってること結構難しいというかね。SF であり、マイソロジーであるっていう、クライシスオンインフィニットオブアースのもっと簡略でもっとわかりやすく面白いことをしてるんですよ。で、出てくるキャラクターも、あれよりもずっと少ないですからね。でも、出てくるキャラクター自体が非常にコアなキャラクターで分かりにくいものがあるわけですね。コアなキャラクターっていうのは僕たちが普通耳にしたいスーパーマン、バットマンとかグリーンランタン、フラッシュとかこんなんじゃないと。もう本当に誰君みたいなやつらが出てくるわけですね。で、ある程度、ジャスティスリーグとか読んでる方とか DC のコミック読んでる方はいけるんですけども、そうでなかったらちょっとお断りな作品だと思います。はい。そんなこのコズミックオデッセイ田中の点数は、ドゥルル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 僕これかなり好きなんですよ。ほんと脚本もうまいしね。うん。読んでてね、あ、なるほどなと思いながら読めました。ぶっ飛んでる展開の中に筋を通すっていうのはね、やっぱアメコミを読んでいて、ちょっとした読み応えを感じる瞬間でございます。そういった一本の軸、線をね、しっかりと見せてくれてるのが、こちらのジム・スターリンさんじゃないかなと、田中は思います。はい。ということで、本日ご紹介させてもらったのは、脚本ジム・スターリン、作画マイク・ミニョーラのコズミック・オデッセイでございました。はい、ということで本日はこの辺で、まったねー。